バッターボックスにはオーティズが入っています。現在打点20は4番を打つ小久保と並んでリーグトップタイ。このオーティズも5試合連続ヒット中。さあこの当たりはどうだ、レフト上がった、レフト見上げた、入りました。3番オーティズ先制のツーランホームラン。今川崎がホームに帰ってきた。そしてオーティズはゆっくりとダイヤモンドを一周しています。もう完璧なスイングですよね。完璧な一撃、はい、今ホームイン。やっぱりこうストレートじゃないですよね今のも、オーティスの今シーズン第6号のホームランが初回に飛び出しました。ホークスが2点を先制しています。まあ、バントの失敗を、ね、こう帳消しにしてくれたわけですけど、やっぱりこう、ね、今年勝てない球数が少なくて点を取られて、やっぱりこういうところでしょうね、はい。あ、これシュートを投げて、でも外に構えてますからね、今シュートを外に構えてシュートを投げさせたってことですか。いや、これはサインミスかもしれないですね、逆にね、シュートのサインで外に構えるってことはありませんから。そうですよね、多分ストレートなんでしょうね、